2011フィファ女子ワールドカップ日本女子代表は2011年6月26日から7月17日にかけてドイツで開催された2011フィファ女子ワールドカップのサッカー日本女子代表チームである6回目の出場となる今回はグループリーグ2勝1敗の2位で通過し第2回大会以来の決勝トーナメント進出 これまで一度も勝利していなかった優勝候補のドイツやアメリカを破り、男女、年齢別代表を通じ、日本代表としては初のフィファ主催の世界大会優勝という快挙を成し遂げた。また、大会のフェアプレー賞も受賞した。MVP と得点王には、沢誉れ、また、大会の優秀選手にあたるオールスターチームには沢を、はじめ海堀歩み、宮間彩。 王の忍の4人が選ばれた。グループ B、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2準々決勝、チーム1 v チーム2準決勝、チーム1 v チーム2決勝、チーム1 v チームにまた、各選手は出身地もしくは所属するチームがある、都道府県、市町村の県民栄誉賞なども受賞している。ありがとうございます。